助けてお兄ちゃん。来る前のことだからね。そうだったんですね。素晴らしい証明です、イバルダ君先生。すいません、すいません、ごめんなさい。毎回ミーティングで白衣を破くから、私が白衣禁止にしたの、備品の無駄だって。なるほど、さすがイバルダ先輩。で、例の恋愛実験の進展はどうなってんの、ヒムロー。あらら、まあいろいろあった旅行でしたからね。近場にちょっと心当たりがあるんだわ、試してみ。